皆さん、こんにちは。良い一日を。本日のニュースレターには、以下の主要なニュースが含まれています。7月中旬、中国中部は、数千年の間記録されていない、暴風雨を受け、国内の近代都市に洪水が発生しました。忘れがたいイメージは、浸水した地下鉄、車が洪水で一方で、他の車が道路の端まで漂流していることです。中国中部では、 先週、前例のない大雨に見舞われ、少なくとも63人が死亡し、大きな被害をもたらしました。専門家によると、最近の洪水は深刻な結果をもたらし、指令や決定は最高レベルから行われることが多く、問題を引き起こしているため、中国の災害管理と対応にギャップが生じています。地方自治体は、実際の状況に対応する柔軟性に欠けています。 連日の雨の影響により、商工の水位が急激に上昇し、中国長江中華流域では、大雨の影響で、河川や湖が増水し、洪水被害が広がっている。英州県では、4級の洪水、干ばつ緊急災害対策が講じられている。1日の時点で、朝光部間積ステーションの水位が、警戒レベルの48メートルを上回り、九点五八メートルに、 達したと発表した。陽子の基準となる、水門ステーションの星子観測所の水位は26.9メートルに達し、警戒水位まであと72センチとなっている。沼川の永州観測所の水位は30.16メートルで、警戒水位を62センチ超えた。豪雨続きの南部地域では、一部河川が観測史上最高水位を記録した。 連日の雨の影響により、商工の水位が急激に上昇し、中国長江中華流域では大雨の影響で河川や湖が増水し、洪水被害が広がっている。商工の調査区間の水位が52.35メートルまで上昇し、43.6メートルの警戒ラインに迫った。現地の水門、気象当局は今後数日間にわたり、 まだ強い雨が降りやすい天気が続くと見ており、川や湖の水位がさらに上昇すると見られている。日本川上流の主流、額、安価の登山観測所の水位は36.25メートルで、警戒水位を101センチ超えた。中国政府水利省、中国の南部地域で豪雨が続く予報を発表し、洪水域入りを宣言した。中南部湖南省では、道省最大の河川である、 商工が警戒水位となったのをはじめ、国土の東部でも4つの主要中線で氾濫の恐れがある。1日午後2時の時点で、三峡ダムの放流量は毎秒35,600立方メートル。三峡ダムの水位はすでに152.8メートルに達し、大雨と上流からの水量増加に伴い、水位は 現在も上昇し続けており、両岸には警戒線が設けられ、沿岸の住民は次々と安全な場所へと避難している。重慶市は同日、三級洪水防止緊急事態応策を発令した。高賀上流にある甘宿省衛生圏の流野京ダムでは、高賀水害防止総指揮部からの指示により、下流への放出水量を大幅に増やした。 ダム水位を低いレベルに調整することで、近く到来する出水期に備えて、ダムの貯水量に一層余裕を持たせ、より確実に、郊外流域が無事出水期を乗り越えられるよう対策が、取られている。2021年8月1日、雲南省保山市で豪雨により、土石流災害が発生した。同志政府の発表によると、ル守者は十五人、行方不明者は三人、村民によると、 今回の土石流発生時には、ほとんどの村民が家の中にいたため、土砂に渦漏れてしまったという、現在、掘削作業が続けられているが、河南省での最近の致命的な洪水は、中国の家畜産業に3億4800万ドルの経済的損失を引き起こし、何百万もの家畜と課金を殺しました。中国の農業省は、数十年で、 最悪の洪水が少なくとも99人を殺し、1万5 0 0 0の農場に影響を与えたと述べた。死んだ課金と牛の数は非常に多く、4万5 0 0 0頭の羊、24万8 0頭の豚、640万羽の鳥です。中国中部の人口1 0 0 0万人の都市である、鄭州の洪水は歴史的な洪水の後に後退しました。しかし、 それはまた、技術プロジェクト管理に関する多くの問題を明らかにします。低州の大人気のスマートシティシステムは、計画立案者が都市を管理し、安全に保つのに役立つと考えられていましたが、洪水が最近都市のインフラストラクチャに深刻な損傷を与え、地元の地下鉄システムで14、6で死んだ数十人が死亡した後、精査されています。低州トンネル。 関心のある技術プロジェクトの一つはリアルタイム洪水防止システムです。これは中国航空宇宙科学技術公社の国営紙、会社である新州航空宇宙インテリジェントシステムテクノロジー社によって昨年12月に市内に設置されました。しかし、上記の2つのシステムが警告を発しなかったのか、関連する定州当局がシステムの警告を受け取ったときに、 迅速な措置を講じなかったのかはまだわかっていません。鄭州市政府は緊急洪水排水と救助活動が完了した後、スマートシティシステムが市民を保護できなかった理由の調査が行われると述べました。スマートシティシステムに関する質問が中国のソーシャルメディアに登場しました。多くのネチズンは鄭州のスマートシティプロジェクトはお金の無駄であり、 全く役に立たないとコメントしました。